いるのか？あ、クエ君、大丈夫か？うん、大丈夫だから心配しないで。野外で偶然ファリュイを見つけて、そのまま後をつけたそうだ。ファリュイ？順を追って説明するから落ち着いてくれ。実は、気をつけろ、ファデュイだ。ファデュイもアビスに襲われたの？いや、違うみたい。行商人たちを保護してる。ほら、あそこ。確かにそうらしいな。何か取引でもしてるのか。もう少し観察してみよう。怪我がなくて何よりだ。最近各地でアビスの魔物が湧いている。旅行の計画は取りやめて、しばらくは競技場から部族の拠点に避難しておいた方がいいだろう。あ、ありがとうございます。でもお礼にできるようなものが何もなくて。礼などいらない。任務を執行中に君たちが危険な目に遭っているところを見かけたから助けたまでだ。本当にお礼がしたいなら、俺たちに会ったことを口外しないでくれると助かる。そうだな、ナタの戦士が助けてくれたことにすればいい。ええ、わかりました。でも余計なことは考えるな。何か企んでいるわけではない。ただ隊長様が煩わしいことは嫌うのでな。無論これはあくまでこちらの望みであって、決定権は君たちにある。ファデュイが口を封じるときは強硬手段を取るな。わかりました。行きましょう。聞いた？隊長って言ってたわね。変人様が行方を追ってる人じゃない？ああ、大物の予感だな。だが取引ではなく、通りすがりに人助けをしただけのようだった。何か企みがあるようには見えなかったな。隊長のナタを救いたいという言葉は信用ならないと思っていたんだが、奴の言葉が真実であることを裏付けるような光景だった。私たちファデュイに対する先入観にとらわれすぎなのかしら。結論を出すのはまだ早い。後をつけるぞ。奴らの目的地と行動を把握しておく必要がある。目的地はここだったみたいね。びっしり見張りで囲ってある。厄介だわ。お前はここで待ってろ。中を覗いてくる。ちょっと待ってってば。こんな状況でどうやって乗り込むの？見ろ、地形を利用すればいい。奴らは火翼の集いの移動手段に詳しくないかもしれないしな。そうかもしれないけど、ここからじゃ奥の方は見えないのよ。バレずに隠れていられる場所が必ずあるとは限らないでしょ。一人だとどうしても視界に死角が生まれるものよ。警備が厳重な場所ほど調査する価値がある。たとえ隊長がここにいなくても、ファデュイが何を企んでいるかぐらいは探れるはずだ。リスクを冒してでも情報を手に入れる価値がある。聞く耳持たずね。はいはい、わかったわ。ただし私も一緒に行く。なんだそれは。私の案の方がマシだ。ずっと患者の治療のためにあちこち駆け回っていたのに、無茶したら体が持たないぞ。私は自分の身を守れるが、今のお前は。私だって守れるわ。それお前自身も信じてないだろ。信じるかどうかはお姉ちゃんの問題よ。お姉ちゃんが一人で突入して5体満足で出てくるなんて想定、実現できると思う？私が言うことを聞かなくてお姉ちゃんに迷惑をかけたことなんて一度もないでしょ。むしろお姉ちゃんの方が。分かった分かった。ここで言い争っても仕方ない。絶好のチャンスを逃すわけにはいかないんだ。やっと折れてくれたわね。心配しないで、私だってれっきとした火翼の集いの誇り高き若者なんだから、これぐらいお手の物よ。なら昔みたいに手分けして行動しよう。
手で合図を送り合いながら互いの死角をカバーしつつ必要な時はサポートする。ロープは持ったな。バッチリよ。行きましょう。ファデュイがみっちり見張ってるな。ここはクイクの合図を待とう。今だ。またとないチャンスだ。必ずものにしないと。よし、バレてない。順調だ。次はあそこの高台か。やっぱりファデュイが見張ってる。クイクの方がよく見えてるみたいだ。あいつの合図を待とう。合図だ。よし。ここからじゃこれ以上合図を遅れそうにないわ。先に進むしかない。お姉ちゃんもそう思ったみたい。ファデュイの動きを注視して合図を送ってくれようとしてる。ここは待ちましょう。今だわ。バレるところだった。一気に向こうまで行くのは無理そうね。チャンスを伺いましょう。よし。ついた。私だってお姉ちゃんに負けないんだから。大事そうなところは全てファデュイが見張ってるわね。遠回りするのもありだけど、あ、いいこと思いついた。ん？何の音だ？爆発か？うやっ！さい！うやっ！なんだこの匂いは。おい、何してやがる。そりゃこっちのセリフだ。効果てきめん。あの人たち、ファディが目の上のタンポブだったみたいね。いい口実とばかりに噛みついてくれたわ。あっちの山の人も加勢しに行った。よし。お姉ちゃん、こっちこっち、迎えに来て。クイクのやつ頭が回るじゃないか。すぐ行く。手をつかめ、早く。うん。こっちよ。誰もいないことは確認済みだから一番奥まで近づけるはず。
あたしみたいな優秀なアシスタントは引く手あまたなのよ。お姉ちゃんだけが認めてくれないんだから。ああ、私の問題だ。クイック、よくやってくれた。わざと嫌味な言い方をしたのに、あっさり認められたら私の方が悪役みたい。とにかく目の前の状況に集中しよう。ここは敵の真っ只中だ。滞在する時間が長くなればなるほどリスクも大きくなる。お姉ちゃんが気にしてないならいいわ。それにしてもファディがあんな大掛かりに発掘作業を進めてるとはね。まさか文化や歴史に興味があるのかしら。おそらく竜が残した資源装置を探してるのだろう。わずかな記録しか残っていない古代の代物だ。地元の人ですら使い方はよく分かっていないのに、なぜファディが。問題なく機能しているようだ。隊長様がお探しになっているのはこれで間違いないだろう。苦労の末やっと見つかったな。持ち帰って報告しよう。持ち帰るってどこに。ついてく。お前まだついてくるつもりか。当たり前でしょ、最強コンビなんだから。最後まで一緒に行動しないと。何の音だ。ち、気づかれた。逃げるぞ。が落ちてくるわよ。お宝を見ておいた方がいいんじゃない。ふん、騙しやがったな。奴らを捕まえろ。なんとかファデュイを振り切った後、再び後を追ったんだが、奴らは同じようなものをいくつも集めていた。でもその後も行動を取る様子はなかったから、一旦撤退することにした。で、クイックはそいつらに追われた時に怪我したわけ？いや、自分のキャパを把握できていなかっただけだ。競技場に戻る途中、力尽きて倒れた。少なくとも作戦中は足を引っ張らなかったでしょ。私の連勝記録は途切れてないんだから。結果からすると二人とも素晴らしい活躍だった。家族でない私に言えるのはこれぐらいだが。はい、反省しています。これまでの情報からするとファディの狙いは古代の非現装置だろうね。うちらからしたって謎だらけのものを隊長が飲む。私にもわからないが、神の心と似たような効果を発揮する可能性がある。この線で調べるとしよう。シロネン、ラタにいる非現学者を全員集めてくれ。オッケー。二人ともご苦労だった。クイクはゆっくり休んでくれ。君に見てもらった患者たちからの土産が談義室に数多く届いている。君に渡してほしいとな。私からもちょっとしたプレゼントを用意した。一緒に家まで届けよう。ささやかなお礼だと考えてくれ。みんなが私の大活躍の証ですね。ですがエンジン様から贈り物をいただくわけにはいきません。私たちはナタのためにやるべきことをやったまでです。クイクのことはご心配なさらず、家に連れ帰って休養させますので。クイクの大好物のチビ流ビスケットが入っているのだがな。え、欲しい。エンジン様、遠慮なくいただきます。こら、クイク、まったく。実は私も好きなんだ。君たちの分もあるから後で食べてみてくれ。今から非現装置の資料を調べる。進展があればすぐ知らせよう。ひひ、遠慮なくいただくぜ。
クイクを家まで送ってちゃんと休むよう見張っててくれって父さんと母さんに頼んでくる。まるで囚人ね。家屋の集いに帰らなくたって1日か2日休めば大丈夫だってば。お前はいつも大したことないと言うが、まさにそういう大したことないことが大きな問題に発展するんだ。お前を宿で休ませたとしよう。アビスの襲撃を知らせる警報が鳴ったらすぐ現場に駆けつけるだろ。絶対に宿から出ないって約束するわ。ほう、わかった。お姉ちゃんの言う通りだわ。自分でも無理って思ったもの。医者としてどんな状況でも患者さんを放っておくわけにはいかないの。この命がある限りね。情けないけどその通りね。ひひ、初めて会った時お前必死になってチャスカを止めてたもんな。私は医者よ。危険を顧みずに無茶する人がいたらそれが誰だろうと止めるわ。怪我してほしくないんだもの。なら私の心配も分かってくれ。医者と患者よりも近しい関係じゃないか。お前たちやっぱり似てるな。どこがだ。私は常にリスクと代償を把握している。冗談じゃないわよ。お姉ちゃんたらあるのは根拠のない自信だけでしくじったら言い訳ばっかり並べるんだもの。おい、デタラメを言うな。あら、そう？じゃあ実例を述べてあげようかしら。ストップストップ、おいらさっきの発言は撤回するぞ。気にするな、パイモン。喧嘩もコミュニケーションのうちだ。私たちもお互い気に留めていない。そうそう、これまでお姉ちゃんからはいくつも学ばせてもらったわ。例えば感情に任せて行動するとかね。ま、家族だからしょうがないけど。引っかかる言い方だな。これって仲直りしたのか。どちらかが妥協しない限りいつまでも私たちは平行線だ。でもだからといって敵対してるわけじゃない。そういうこと。お姉ちゃんが白旗をあげるまで気長に待ってるから。好きにしろ。さ、そろそろ帰ろう。じゃあまたな。問題がなければすぐ戻ってくる。そこまで急がなくても、家族とゆっくり食事ぐらいしてきたらどうだ。またね、旅人パイモン。体に気をつけて。ひひ、あいつらすぐに仲直りするんだろうな。いろいろ情報も集まってきたし、ここらで一旦整理してみるか。ごめんごめん、また変なタイミングで邪魔しちゃった。お、気まずそうな顔してどうしたんだよ。オイラたちに何か用事か。じゃあ休憩を邪魔しちゃったお詫びに今度炭焼きステーキをおごるから。うわー、何なりとご指示を。指示ななんて大げさよ。私たち友達なんでしょ。今回はある情報を伝えに来たの。この前別れる前にした話覚えてる？おう、オラルンの魂が不完全だって話をしてたよな。あとナタを救うためにオラルンは役立ちたいと思ってるって話も。お前と別れた後さ、オラルンは隊長のところに戻ったんじゃないかって旅人と話してたんだ。お前はどう思う？ええ、その推測は正しい。ついさっき証拠も手に入れた。オラルンが帰ってきたの。しかもあの子ったら冥縁の主の拠点防衛戦にも参加したのよ。え、帰ってきたのか。計画から手を引いてって言ったけど聞く耳を持ってくれなかった。成功まであと一歩だから諦めるわけにはいかないって。今回帰ってきたのは冥縁の主のためなんですって。集落を離れたのはナタのためとも言ってた。
捕まえなかったのか？激しい防衛戦の真っ最中だったし、敵から部族を守ることで精一杯で、あの子のことにまで気を配る余裕がなかったの。それに、あの子も私を警戒して距離を取ってた。捕まえに行こうと思って隙を狙ってはいたけど、とてもそんな状況じゃなかったわ。はぁ、ばあちゃんって呼ばれてるくせに、結局何の役にも立てなかったわ。元気出せよ。あいつにとってお前と名園の主のみんなは家族なんだろ。苦労して育ててきてやったんだろ。そうね。今回あの子の姿を見てふと思い出した。小さい頃もあんな風に集落中を走り回って人様のお宅に上がり込んでは我が家のように遊んだりしてたなって。あの子は名園の主の子供で、灘の子供なんだもの。子供が家族のために何かしてあげたいって思うのは当たり前かもね。それに私の弟子だもの。あの子のトリックなんて私には余裕のよっちゃんよ。ってことは、ほら、オロルンの魂は不完全でしょ。だからあの子の魂が安定するようにお守りを持たせてあげてるの。効果を発揮するのはお守りにはめ込んである宝石なのよね。そろそろ取り替えなきゃいけない頃なんだけど、あの子に近づく術がないでしょ。だから物資補給袋に入れて名園の主を支援しに来てたイファに渡してオロルンに届けてもらうよう頼んだの。あ、イファってわかる？え？知らない？地元で超有名な獣医でオロルンの友達なの。しょっちゅう私に色々届けてくれるのよ。事情を知らないイファは素直に預かってくれたわ。オロルンは袋から宝石を取り出してお守りに付け替えるはず。あの子にとってとても大事なものだから、きっと宝石に細工されてるって疑うでしょうね。でも正解は袋の方。袋に触れた瞬間、オロルンの記憶は取り外された古い宝石にコピーされる。へえ、そんなこともできるのか。すごいな。私だからこそできることだけどね。あの子が君の魂を八神の国に引きずり込んだ時の術だって、私にかかればちょちょいのちょいなんだから。あの子が私の細工に気づくことは絶対にないわ。つまり、この中にはオロルンの記憶が入ってるのか。私と駆け引きだなんて、100年早いっつーの。さすがグラスバーバー。早くあいつが考えてることを覗いてみようぜ。そうよ。真相を突き止めたら、こっぴどく叱ってやるんだから。ねえ、こんなおばあちゃん、やっぱり、嫌われちゃうかしら。正直に言って。慰めてくれなくてもいいから。難しいな。おいらにはおばあちゃんなんていないし。なんて頼りない家族なんだろうって、つくづく情けなくなるわ。昔の儀式のことも、今回だって、全然あの子の役に立てなかった。でも今を逃せば、500歳になっても今日の光景が夢に出てきて、ムカつきながら目覚めることになっちゃいそう。確かに、はっと目が覚めて、その後泣くかも。って、そんなわけないでしょ！おい、火に油を注ぐなよ！だから、真相を明らかにしないと、あの子がカンカンに怒って、遠い田舎に引っ越すことになっても、私は平気。だって、おばあちゃんが孫を守るのは当たり前でしょ？きっと後悔しない。一人で大丈夫か？一緒に行ってやろうか。え？来てくれるの？おう！
オイラたちにも理由はあるしな。例えば、そうそう、あいつの記憶の中にファデュイに関する手がかりがないか確かめないと。君たち、よーし、一緒に行きましょう。途中で引き返すのはなしだからね。うん、安心しろ、オイラたちはプロの冒険者だからな。うんうん、そのプロ根性が大事よ。じゃあこれからあの子の記憶にこっそり潜り込むからね。すっごく後ろめたい気分。こうするしかない状況だったってこと、君たちが証言してよね。はぁ、準備はいい？